ちょ、なんでリコン使わないこの人。飛んでくる。ファイブリンク。ファイブリンク。武器回収でのリテイク。セリフ。それ走り打ちでしょ。え？ストッピングして。ストッピングして壁に蹴るショット。時間が稼げれば後続が入れますね。さあソルダムが先に入って。さあホットハンドをくぐり抜けてもう A ブラント。綺麗に。なんか、無理やりだけど晴れてんだ。早めのショックラスから。犠牲は出る。取り返しが始まっていきます。ヘブンにはアステル。これは難しいリテイクです。これきつそう。そうですね。さあメインを合流しました。しましたよ。裏からバース。やってますねこれ。さあここは抜いていくゼファ。ヘルシャでは。走り打ち。おお。ソルダム、そしてアート。アレスモーター。いやしかしアステルをキルとなりまして。ここはジャッジ。なんだ。アート。やった。やったんだこれ。強い。新潟のレイナからもらったんですかねこれ。スミスからもらったこのジャッジでしたね。そんなジャッジとはいえ綺麗に殺せる。アレス使ってましたからね。なんかスナイパーのトラックショットやってるみたいだったな。ね。しかも多分今このバースさんのすごいバースさんのまだバレてないんですよこれまだ。このジャッジ3キルのおかげで。この情報出し情報教えてないのもでかいですねこれ。パチパチと。こっちよ。やば。絶対無理あんな。さあ、なんだ防衛ボレボレ。来ました。来ました。それはムレドソム。さあ、それは上から。それで、うわ。取って。エントリーこれで決まった。下曲げ。頑張って止める。まだ行くソルダム。おお、それだ。上が来ました。11トレード4対4。しかし人数で解決。中の方に入っていく。ソルダムジェット。11トレード。オーディが構えているところを。ゼファーのオペレーターで解決した。オーディの重積だけで笑えるわ。ハンターのフューリーも余計ツノツ手前に入ってくるバース。あーそこうまい。一人目カバーにラズが入りワンオンワン。ワンワン相場対相場決定戦 CR でもよよく見たら CR カップでもこれ見れないですねこれ CR カップでよく見た。さあどっちがクラッチキングなのか。クロさんは俺格付けしまくったってな。2本目リコンあるよ。リコン返し。リコンあるよ。見逃しリコンだ。ちょなんでリコン使わないこの人。ゲームで解決だ。リコンは使わない。男気だ。ヘッドショット当ててるのもう続いてるから。あーマラズさんはね、なんでリコン使わないって言わないの。男気。いやマラズさんね、サイファーのカメラとかも男気上がってるの気づいてない時あるんで今日それだったかもしれない。気づいてないはないでしょ。ラズさんがあれですか。男気でしょ今のは。いや多分まあ、もっと早い早いぞ。あれマネーがないのか。なあるよ、ね、これはわざとマネーあるけどジャッジを持ってる。マジジャッジふぇーあどいたもうめちゃくちゃじゃん。ホルダムスミスが止まりません。うわ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 破壊してます。ちょっとやばいって強すぎる。やばすぎる。超めちゃくちゃやりすぎだって。アルティメット完了する前にラウンド俺のショットロックだったか強い今のというかありましたね。これストラがバレてない。上から行った。そんなに上に。しかしカバーに入った。レータのその巻きの位置ミニトレードでエントリーは抑えられた。届きった。よく打ち勝ちました。強っ。これはいいストック。ラインとバックありますね。ウルトもある。あのハンドスケールで上がる。さあラインとバックからのスタート。リテイクが始まっていきます。早々に止めたバース。ハンターフューリーの開始。さあそこにバースが加わっていくか。前に出たバース1ストレートジャッジを持っている。ジャッジ2本なんだよこれ。ラフター黒のワンオンズ。いやあれマジうめえ。ワンワン。いやマジうめえ動き。いやうますぎる。いやうますぎマジうまい。体の出し方がさ勝率 100%。 ワンワンもワンオンズも取って敵を得点していく。1本目を確保しました。うますぎるわロシ。あれ真似しようとすると質に死ぬんだよな。死ぬ死ぬ。防衛のプレイヤー倒す倒す。メインのカバーも綺麗に決まってからのここ角度のつけ方がうますぎ。いやうまそうですね。防衛側も結構いい配置してたんですけどね。ジェット。さあバースが落ちてからスモーク役がいなくなりました。手前で耐えるスミスはキャットの制圧にかかりました。A 中入らせてキャットはクリア。
わしこれで絶対勝つ。ダーサーがまだいるんですよね。セネガはアステルさん絶対キルしたらもうディスミス。早めの取り返しとなると話は違います。いやこれはいかれますね。さあ設置完了。ちょうど本体4人となるとポイント内では人数状況有利は防衛サイド、時間稼がないといけないですね。あ、ショート。ああ、これあるか。ライトバック、うん、ライトバックで帰ってきます。さあ離婚からの、あー、これは上ではメイがもう一度ヘブ上、フラッシュぶっ刺さってる。3人持ってった。トリプルキルでここで時間稼ぎ。アートはオーディンをキープする構えです。オーディンキープですか。オーディンキープですか。オーディンキープ、そういうゲームじゃないか。そういうゲームなのか。意外と難しかったりしますか。そう、むずいんだよな。オーディン実際自分がオーディン使うとこんなにうまく使えない、うん、倒せない、うんうん、ちゃんと来るべきところをね、どうちゃんと置いとかないといけない。そう、なんか餌みたいな、ちゃんとあれが必要なんだろうなって。オペレーターと同じで、覗いていいタイミングと、覗いちゃダメなタイミングみたいなのがあると思うんですけど。俺、ジュニアさんもちょっと言ってるわ、同じようなこと。素晴らしい暮らし。来た、コーチいけるやん。俺もここまで来たわ。11、追いかけていくチームラズ。完全に理解してる。もう分かってた、このゲームは。まあ、マーシャルで。しっかりキルが取れれば、抜いた。いやーやばい、やばすぎ、それはやばすぎ。このセリフも怖いですよね。十分戦士高いで震えてるもん。俺らさんの戦士もやばい。どんなエイムだよこの敗戦士で。同時倒しに行く。うわ、ショックだ。ロビータが落ち、エコラウンド取れそうなディフェンダーサイドチームソルダム。ナイトバックはもうグラビティウェルとね、オーディンだけですぐに溶けちゃいますからね。あ、待って、もうミッド行ってる、早いな。もうどういいよ。さあ、ライトバックメインから、そしてライトバックメインから。さあ、ライトバック前に出れない。フューリーと食奪によって、オーディン強え。アートが落ちました。強えよ。あれで2人持ってけるんか。なんかタレット2人います。えぐいな。ここにはオペレーター、センターが当て、残りは1人、いや2人ですね。あれ当てるのむずいないよな、あんな。出ますね、うん、抜けれないので寝上がる。どっちか戦うしかないですね。このオフアングルに近かったら、あー強すぎる。ハイヒットからソルダム、いや正面に当ててくる。ワーストマップ、アセントはチームソルダムの勝利となりました。マジでオーディン強かった。今大会でもよく見られる守り方でした。グラッパバックから、しかしこれはシリフとクラシックで 2-2 トレード、バックブリックで帰っていく。レーザーどうする、またレーザーの中に入っていく。やばやばやば、こんなプレーできるんですねこのゲーム。ワンオンツーです。マジでやべえ、ね、頭いい。ソルダムすごい動きしてた中で黒削っていきます。体力57、壁を消すわ。まさかのワープ先にはアートが潜んでいます。絶対渡らないこの位置は。絶対アングル、アートのバッティングファシリティ。マジですか。一回引いてしっかりタイミング合わせるのもないですよね。なんなんダイパンの音。もう一回バンッてなるんだけど、何だこれ。俺セクさんの前から聞こえてきてんだと思った。違う、俺じゃないよ今の。これは動画で見たやつが見れる。動画で見たやつ来ますよ。何なんだ。さあ来るか、ソルダム。フラッシュ避けてから上からソルダム1人目、バックブリック。やばいって。チームの方を考えました。オービタルストライクを打って回路を塞ぎながら、しかしソルダムは生き残った。また切れとって、やばいって。あのあんなんやられたら、行きました。はい、ああ、ソルダム相手に共通確定なんで A に来るだろうってことでも、どこでもいるソルダム。これえげつねえな。さっきは B ロングで対面、今回はよくない。おい、よく抜いた。これはでかい。何が見えた。しくオーディーいますよ、ね、危ないなって抜いたの。さあ2対3リテイク2人、もうすでに手前に入ってる。この距離はメイン。続き4人目です。この隙間は最後はレータが抑えて4対2、うん、トレイルブレイザーチェックからかが、トレイルブレイザーと合わせていきました。フラッシュ合わせた。これはワープするしかないぞ。上がれないな。それでも一人でいった。あー、焦るラズとキルを取って、これでガーデンとフッカーバサミは成功。ダブルキル打ちながらディスミス。
なんだこの動き。めちゃくちゃだ。やばいやばい。やばいぞ。やばい。破壊してる。まずい。そんなことある？うお。リアから入っていきます。打ち方のメイン。バスをカバーは。壁裏ですが、最後は回ってきたレイター。浴場フラッシュは誰かが受けているという判定はあります。お互いもう2回捨ててます。そこからの A ショット、まあ、浴場バスに A ショットからスミスがダブルキル、そしてソルダムダブルキル、ラストはあとスミスとソルダムやはりエントリーでは火力があります。今スミス弾受けてるだけだけど4回転くらいするの空中で強いしか言えませんね。もうこれでももうこの後張り付き読みで打ちながら出てる。回ってるわ。やばいね。武器不利なラウンドとなった。8ラウンドオペレーター持ちました。8ラウンド練習。壁を張って。ファーストブラッドはオペレーター。箱の上から狙っていきました。お、張りのダブルロー。ファイブリンク。ファイブリンク。ファイブ。それ当てますか。どういうこと。普通のプレイヤーは1キルしたらもう終わりだけどな。今のだから前ブリンクしてね。前ブリンクしたらもう終わりですよ普通のプレイヤーは。いやこれこのラウンドでこのプレイしますか。強すぎる。本当に超次元オペレーター対決ですねこれ。ラストはメイです。やーペテッドソルダム4人目。いややばすぎる今のは。残り20秒です。ソルダム抜けてブレードストーム支援が支援でのオービタルストライクを打ちました。残り12秒。これ間に合うのか。窓から飛んでくる。アートは中にいる。メイが倒してゼファーが倒した。時間はギリギリ間に合った。ショーストッパーは外すものの中には2人。スミスとクローはどう耐える。 2-3 救いたい。取った。ワンワンだ。位置が分かった。スミス最後はメイが倒しました。取った。決めましたね。13対11。待って、スミスジェット、スミスジェットに交代しましたね。なんだこれは。本当だ。あ、強っ。どっちでもいい。どっちでもいいから。レイのやり手は、うん、気分自由なんでしょうね。俺にジェットやらせろみたいな雰囲気。さあ問題はバースのヘッドハンターが強みに出るのか。さあ3対2。走ってなかった。ラスト2人囲まれています。バット早く打たないと。うわ、立ち回りを変える。ワンチェラスト1人。メイの立ち回り裏から1人倒して時間はもうありません。これうわうまい。最後はメイが逃げながらワンピック素晴らしい。セカンドバイはさ、ずっとスミス1回目はスルーしたんだけど今2回目だったからちょっと突っ込みたいんだけどさ、うん、メイ KO ですか。ワンオンチューって絶対言ってるよね。誰だ。ジュニアさん。ジュニアさん、メイ KO も。バット早く打たないと。うわ、立ち回りを変える。ワンオンチューラスト1人。ワンオンチューラスト1人。今がチューって言ってるよね。基本ヘッドハンターって使わないじゃないですか。いや、はっきりチューって言ってる。クレジットの温存ができるって結構いいのかもしれませんね。そうなんですね、まあジュニアさんだからね。セットのオペ落としてあげてます。、うん、ジュニアさんだからねでいいんだ。おー、ポール5人詰め。まずい。ラズが、ラズが、あ、タイミング悪い。見えてない。あーいっぱい見えた。うわー、ドラマだ。うわー、離婚返し。うわラズは引いてくる。ただショップからやばい。ラズさんが襲われた。バースのヘッドハンターによってラズが落ちます。ラズとメイのコンビネーションがどういう形で斎藤を制圧できるか見えました。打ち合いで勝っていくのはラズ。体力150残っています。体の出し方がな、見えないまま打ってくるもん。さあウッドホールバサミでいきます。スミス開けたのでかい。オーバーピークで来てしっかりここはラズ。それ、これで勝つの？勝てるの今の？意味がわからねえんだけど。大体負ける。お、すべて。うわ、ただとんでもない覗き方し、速さで打ってんだろうな。映ったクロウ。ああ、うまい。素晴らしいですね。解除しながら横からクロウのカバーによって
4対7、流れはチームソルダムに。一般人が今の走り上がるプレイしてやられたらただのやらかしだからな、あれ。そうだね。意味わからん行動して。取られるような流れになってきました。なんだこいつっつって。なんだこいつっつって。さあ、ブレードストーム、スミス。ショックダス。顔面ショックダス。いって。あ、これ実際で引く気ないからね。あ、これ頭に。うわ、うわ、おかしいだろ今の武器渡すのかっこいい、早い、一はバレた、完璧、完璧な離婚、完璧でした。ラブ、この離婚は最強っすね。ラストはアート、当たらず。さあ設置までは持っていきます。うわタイミング、タイミング、うわタイミング、タイミングが全て悪い。はい、裏からラズ、武器回収でのリテイク。シェリフ、それ走り打ちでしょ。え、ストッピングして、ストッピングして壁に消すこと。ゲーム壊さないでいただきたい。時間はもうありません。打ち方レーター、ある、うわー、間に合うか、間に合う、間に合う、6対12、そしてリテイク成功。ここで残り20。